この不安定化する世界経済に対して破綻が起きやすい我々がそういう隙を見せるとたちまち破綻をしてしまうそういう世界経済のショックに非常に対外ショックに強い経済体制を確立しないといけないという課題が実はあるわけです。と同時にこのです。 エトピア的な状況がどんどん世界が分裂して中性化するに従ってですねこれからまあ後でやりますけど IT がチャット GPT みたいな生成 AI みたいなのがどんどん強まってくるとあらゆる情報がこう集められていくわけです。特にプラットフォーム企業であるマイクロソフトグーグルアマゾンみたいなところにガーッと集約されていくと非常に危ない社会。 個人情報の保護っていうことを徹底的にあの確保しなければいけないねそういう民主主義の危機的な時代がこれからやってくるんではないかそこで私たちは何を考えるべきかっていうことを最後に問題提起をして今日はやりたいあのそういう形でお話を進めたいというふうに思っています。でまずはアベノミックスの失敗を総括しきれていないんですね。 で,これはまずいで特に野党側がそのまだばらまきとか減税とかそういうことを一生懸命こだわってるけど実はもう赤字国債でばらまくとか赤字国債で減税をするっていうのはもう破綻をしてるんです。リフレ派でいえばリフレ派も MMT もデフレを前提にして。 大規模な財政出動と金融緩和の組み合わせの主張をしてきたわけです。ところが今は円安そのため円安インフレになってるわけ。だからインフレ二パーセントになったら本来のリフレ派の主張であれば金融緩和は停止しなきゃいけない。本来の MMT の主張であれば二パーセント以上の金融緩和があの、えー、物価上昇があれば増税をしなきゃいけない。 彼はそれを口、口をつぶんで、まだそういう政策を正当化している。これは間違いが、ますますひどくなって、金融政策の麻痺を加速するだけなんだと。失敗は失敗として、きちんと総化する必要があるんだということなんですね。それをなんか財務省は、まだ引き締めをしていて、それに対して戦っているんだみたいな、全くのでたらめ嘘。で、財務省は一度も引き締めなんかしてません。安倍政権以降。 むしろ最近はインフレ課税路線です。インフレを作ることによって財政赤字を目減りさせる。インフレによって消費税や所得税を税率を上げないで増収を図る。そういう路線になっているわけですね。で、これは全くの嘘ですし、実はこのリグレハや MMT が起こした円安やインフレ政策、 の結果何が儲かってるかっていうと経団連企業が一番ボロ儲けしてるんですよ格差を拡大してるのが今のリフレ派と MMT なんですねそこのところはきちんと総括をして方向転換を急がないといけないもう新興宗教みたいな状態でやっていったら安倍派と同じになっちゃうのでここをしっかり総括をして 我々は今の状態の中でデフォルトは起きないとかいうのも全くの嘘でアメリカは確かにアメリカの国債はあの外,外国が買ってもこれは外貨準備になるのでそれはあの赤字国債は出しても簡単にはデフォルトは起きないわけです。だけど他の国にとって外この財政赤字を 民間貯蓄といわゆる国際収支の黒字が支えきれなくなると外国人投資家が国債を買わなきゃいけなくなってしまうとそうすると信用貨幣と同じでこの国債もそのなんていうか安定的な基盤政府や中央銀行の能力に対して不信信用がなくなっちゃう信任がなくなっちゃうと たちまちまここれはデフォルトを起こすわけですじゃあ実は、えー、ここ最近でもスリランカがそうなったわけですあれは国際収支が赤字になってひどい赤字になってそうなったわけです日本も今貿易赤字が非常に強い状態ででいやまだ黒字だから大丈夫だなんていうのは全くの駄目なんでこの黒字化するのに時間かかるんですよ。 国際収支を改善するっていうのは1年ですぐパーッと変わるっていう話ではないので早くあの準備を整えて危機に備えないとダメなわけですね。で,デフォルトはいつでも起きるで私たちにとって非常に教訓だったのはあの大型減税を出してその一昨年でしたか9月そのトラス政権イギリスのトラス政権が。 アベノミックス並みに大型減税をわっと打ち出したらあっという間にポンドが投げ売りされイギリス国債が投げ売りさせてトラス政権は40日ぐらいで、えー、早くも退陣させられちゃったわけですね。で今野党が連合政権でこういうアホなあの減税政策で例えばあの見ていただくと分かるんですけどあの こ22,000年度の予算なんですけど昨年の予算だと、まあ、今年度中ですけど公債依存度が31なんだ,だけど補正予算組んでるでしょそれを含めると35%ぐらいになるからこの消費税が20%あるこれを全部赤字国債でやっておらんなさい55%もう笑い話じゃないトラス政権と同じ 宿命にななのはもう明白なんですよしかも野党連合の政権なんていうのは国際投機マネーにとってはもう格好の標的になるわけですよね。でバーンと標的で一気に投げ売りして政権を崩壊させたらもう二度と政権交代が起きないような国になっていくとそういう意味では犯罪的な政策になる可能性があるわけいと いけないっていうのが今の状況なんですね。目指すべき、あの、社会ビジョンに従って、資質に重点化していく、えー。組み替えをしていくっていうことがとっても大事になっていくし。そのためには、各社是正や税制の仕組みを変えていく。例えば、消費税の、あの、弱者に対する配慮の仕方っていうのは、いろいろあ。 支出で例えば食品の軽減税率は効果があまり大きくないのでやめてその税収で低所得者を支援するとかあるいはあのインボイスは別にあの軽減税率がなければ必要ないのでやめるってやり方もあるしそれからちょっと変則的だけど品目別であるけどその。 いわゆる非課税業者をゼロ税率業者みたいな、まあ、世界では得意でな制度になっちゃうけどそういう形でやっていくもちろんなりすましのその何て言うんでしょうかフリーランスっていうのが運輸業とかそういうところでできてるのでそれをどうチェックするかっていう問題はあるかもしれないけどそれからあの消費税減税の,あの増税の部分を全部を 大企業の減税に回したわけですよねこれを戻していってそれを輸出税源に財源にするとかですねあるいは内部留保にたまり込んだ内部留保課税っていうのこれも議論があるんですけどこれは全てのステークホルダーに、えー、還元されるべきだっていう議論をして消費あのもう一回課税をするとかそういう方向へ向かって て転換をしていくっていうことが、とってもあの大事になってくるわけです。で、この話をもう一回しっかり。